M77 は、くじら座にある、渦巻き銀河である。6000万光年も離れているのに、見かけの直径は、大きく明るい。実際の広がりが17万光年と、大きな過剰銀河で、中心部が明るく輝くセーファーアート銀河である。中心部には1500万太陽質量を持った、ブラックホールが存在し、そこへ落ち込む物質が加熱され、強い光の源となっている。 M77 は銀河系の最も近くにあるセーファート銀河で活発な研究の対象となっている。この銀河を対象とした研究論文の数は他の銀河を対象とした論文の総数より多いほどである。合計5センチメートルの望遠鏡で小さな工房として見える。合計8センチメートルの望遠鏡では球状星団をぼかしたように見える。 後傾1 0トル程度の望遠鏡ではやや明るい中心部と周りが薄れた丸い形が見える。倍率を上げてもあまり暗くならない。かすかに腕の部分が見えてくるようになる。後傾2 0トルの望遠鏡ではほぼ円形の工房として見えてくる。後傾5 0トルでは腕の構造や暗黒体が見えてくる。1780年ピエールメシャによって発見された。 同年12月17日、シャルル・メシエが観測し、小さな星からなり、やや星雲上物質を交え、クジラザ・デルタと並行すると記した。ウィリアム・ハーシェルは1814年に良い機械では、正常に見えると記した。ジョン・ハーシェルは、綺麗で大きく不正円形。中心部が明るく角があり、一部分かれるとした。ロス卿は3回の観測で、青い星雲。 中心部の後続部分は平坦、中心部は過剰だと思うと記している。1862年、ラッセルは、合計48インチ望遠鏡で過剰であることを、確認した。ありがとうございます。